ここまで3時間はウェザーニュースライブサンシャインをお送りしていきました。はい、今日はですね、北海道は晴れて気持ちいいかもしれませんけれども、この後西日本だけではなく東日本や東北エリアでも雨が強まるところがありそうです。引き続き注意をしてお過ごしください。ではここまで3時間ご参加いただきありました。この後皆さん良い一日をお過ごしください。